先に敗者復活戦をやって、各リーグの2位の人でトーナメントをやって、トーナメントの勝者が1位リーグに繰り上がりで、決勝リーグが4人でリーグっていう形になります。最初にとりあえず敗者復活戦の方をやりたいと思います。ザックスさんとアンパンさん、1P 側ザックスさん、2P 側アンパンさんです。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間。任務であります。あなたするです。ご分を。実力白昼。さあ敗者復活戦、さあ開幕ユッコ飛びが取ったけどコンボ途中でガードされてる。さあアイエス押していく。さあ画面外し昇竜、さあミサイル撃って、昇竜すかしたところに差し込めなかった。さあ垂直から切り返していくがバーストされて、さあアイエス固めから投げが通る。投げカウンターですねこれ。さあバーストじゃなくて昇竜、さあ空対空落として、おっと背面当てしましたね。さあエリアル決めて画面端から逃げるのはイギス。さあ設置の炎がヒットして、体力的にはアンパンさんのユッコがリードしているが、さあワンコンボ入ってこれアイギス非常に厳しいがうまくさばけるか。あーっと設置に当たっちゃう。これユキコちゃんゲージマックスですね。バースト使って炎のレベルは2。さあ昇竜、昇竜の性能が非常にいい。さあ空対空で落として一本選手したのがアンパンさん。さあユキコちゃんが固めていく、ガトリングで割ってテイクアローみたいなのでやって、さあミサイル撃って、さあ相打ち、さあペルソナが消えてペルソナゲージ残り2本。ユキコちゃん、ユキコはペルソナが消えるとかなり厳しいが、さあ残り1本しかないぞペルソナゲージ。さあ勝利で割って、さあガードしてお互いペルソナゲージ残り1本。さあ空対空からペルソナブレイク、ユッコちゃんこれは厳しいか、ボコスカ通ってエリアル決めて、さあ置き攻めしないで中央に逃げて、ユッコちゃんペルソナが出せない、火力が乏しい。さあペルソナゲージ回復、これはアイリス側がちょっと厳しいか、これはガーフじゃないけど食らっちゃう。さあ割り込みから消費打って、これは厳しいぞ、消費ぶっ張って安全返し抜ける。あれなんでなんでなんで抜けちゃったの。さあ勝利打って回復して消費打ってガードできない、何かボタンを押していた、あバックステか。とりあえず、1回目の勝利がアンパンさん、今 2-0 でした。2-0でした。ラウンド2-0。私機械って強くなくて、次綿貫さんとザックスさんやりますか。1P 側は綿貫さん、 2P 側はザックスさん。これは同キャラですかね。あ、同キャラ、アイギス、アイギス。青いのがザックスさん。まあなんか万能そうですね。どの距離も戦えそう。
さあ開幕押しているのはザクサナオヤイです。投げで画面端入れ替わって、さあピョン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 バッタしてる。さあ空打かられてカウンター取られたけど大丈夫。さあペルソナ攻撃当たって画面端に押し込まれていくのはアンパンさん。投げで入れ替わってザックスさんが画面端背負う。投げは抜ける。さあ空対空から空投げ。さあ体力リードはザックスさん。さあザックスさん押していく。足払い取って投げしけ、しっかり投げ潰しができてる。さあ投げ使ってしっかり差し込んでいく。空対空落としたところを空投げで位置入れ替わってアンパンさんが今度は画面端に押していったが、これはどうなる。カードできてる。ワンモアキャンセルして投げが通る。一本選手したのはザックスさん。今のいいですね。そうですね、真似した方がいいですね、あれは。さあ飛びが通ったのがザックスさん。エリアル締めていやアイデスじゃなくても全キャラできる。あでも ワンモア対応してない可能性がある。バーストすかして、ああさあ空対空からエリアルつないで、なんかガンダムのバルカンみたいなのさあエリアル決まって大きい攻め押していく。画面端コンザックスさん入れて投げが通る。中央に押していくのがアンパンさん。さあ足払い通ったけどコンボいけず、だけどごまかしたのかよくわかんないですけど、エリアル入って覚醒。さあ当てみ取って、あ逆切れかな今の。消費ガードしてワンモアキャンセルしたけどちょっと食らっちゃう。さあバルカン、さあこれはあっと飛びが通って、これはワンチャンあるぞ。裏コンボミスって、これはガードしてる。ワンモアからお互い投げてキンバガードされてしまった。厳しいね。勝利したのがアンパンさん。ザクさん。なぜでしょう。とても大切なことのように感じます。あとやってるアンパンさんと綿貫さん。あれアンパンさん、あいた。あれこれなんか。これはアンパンさんが勝てば。ペルソナ4。アンパンさん勝てば敗者復活確定ですね。ややこしいさあ 1P 側綿貫さん、 2P 側アンパンさん。はい、イスバーサスユキコ。さあ開幕パイク取られて、さあ開幕早めのバースト。これバーストゲージの回復があるんで早めに使うのありですね。さあワンコンボ入って1700ダメージ、至って普通のダメージ。さあ今度アイギス側はコンボ1300、至って普通。さあその低空スパイラル、あなんだっけ、キャノストは低空キャノン、キャノストみたいなの何ですか。でもアイギス割と近距離もいけると思うんですけど、ああ空中相打ちして、さあ飛びが通ってユキコがワンコンボ入れていく1700。さあ覚醒して空対空落として受け身を投げて勝っていく。さあミサイル撃って読んでいた上を、さあ片目から足まで入って画面端っこを入れて消費で決まらない。さあ大き攻めが消費られてセンス抜けてワンモアからしっかり削っていく。一本選手したのがアンパンさん。アンパンさん、アンパンさんじゃない、アンパンさんじゃなかった、すいませんでした、渡辺さんでした。さあなんかこっちみたいなのがあって、いや確かアンパンさん、
さあバーストして、さあ投げが通って、あーとなんかペルソナすんげー動いてる。え、覚醒は防御下がるんですか、上がるんですか、いやこれあれですね、各キャラの相対力がややこしいですね。さあリバさんガードしていない、アンパンカンさん取り返してダブルリーですね。あ、そうか、もう 1-1 だから。さあ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 爆弾から、さあペルソナめっちゃ動いてる。さあペジカルペルソナ消して残り2本なの、バーストしてお相打ち、あー空対空落として、ペチペチペチ固め、慎重にいってる、センス投げまくってるのがアンパンさん、試合がなかなか進まない、投げ通る、こっから一気にいった、小足が短いアイギス、あこれはなかなか試合が動かないですね。お互い硬い、投げ式が出たところは見逃して、消費入って一気に削って、これは片目がえぐい、昇竜で割って回復して、でスパキャン、これああ当たっちゃった。さあまたこれガードできますよ、あガード方向後ろなんで大丈夫ですよ、消費1500、あ設置出てこない、あ設置忘れた頃に設置出てきた、あれアンパンさんが 2-1 で抜けたんで、アンパンさんが決勝進出ですかね。あ、いや、まだやってないとこがあるな。綿貫さんとアンパンさん。あ、こっちが 2-1 か。あ、いいの、あ、いいのか、こうか。